去年茨城放送がロッキンジャパンの主催共催となってとても喜んだんですが、まあ、残念ながらコロナの影響もあって中止になってしまい、去年の年末にロッキンジャパンさんから連絡があって千葉に移転するという話を聞きました。とてもショックを受けてですね、茨城におけるロッキンジャパンの存在の高さはマインド面、そして経済面、フェス文化面ということが大きかったので、僕らに残されていたのは2つしかオプションはなかったんですね。何もしないで指を加えて夏を寂しく過ごすのか、あるいはもう1つは立ち上がって新しいフェスを作るのか、起業家の性分でもあったので、やろうと、やる気がねえべよという気持ちで立ち上げることにしました。まあ、ラッキーフェスを作った経緯というのはご説明をしましたが、イバラッキーということでもありますので、イバラッキーに根ざした、まあ、地域密着型ということが一つ目考えたこと、二つ目がロッキンジャパンさんがずっと20年間やってきて、まあ、日本ナンバーワンのフェスまで、まあ、ひたちなかで成長していったわけですが、そう考えるとそのロッキンジャパンと比較されるんで、必ずその違う形のものを作っていかないとしょぼいとか2番煎じと言われてしまうので、2つ目のポイントは差別化していこうと、全く違うものを作っていこうということを考えました。3つ目に考えたことは何かというと、基本的にはもうそういった楽しいフェスにしたいという、まあ音楽以外にもアートとか、でさらには食とかですね、そういう形のその場所にいるだけで楽しいような場所のテーマパーク的な感じの楽しいフェスにしていこうということをずっと考えてきました。まあ、ぜひとも音楽と食とアートの祭典であるラッキーフェスに来ていただいて、でそしてそのひたちなかのひたち海浜公園の素晴らしい緑の中で湖もありますし、そこで皆さんとともにですね、グリーン環境に配慮した形の音楽のクロスオーバーを味わっていただいて、テーマパーク的に楽しくファミリーとか、それから、まあ、年代が上の方々も楽しめるような雰囲気の中で安心安全に過ごしていってほしいと思っています。僕がですね、茨城放送ラッキー FM で、まあ、もう5年以上ですね番組の方をやらせていただいてて、毎週金曜日とあと今日曜日の方でミックスの番組をやってるんですけれども、まあ、その経緯もありますし、僕はまあ茨城出身なんです。生まれもですね茨城県土浦市なんですけれども、まあ、やっぱり茨城にですね、まあ、ロッキンオンという、まあ、フェスがあって、まあ、それが20年間続いてたっていうのは結構本当にですね誇らしかったんですけれども、地元の仲間とか僕のまあ家族というかが結構みんなショックでですね、あ、これは本当に結構大きなことなんだなって改めて思ってですね、うん、なんかちょっと、うん、僕も力になれることがあったらやりたいなということで、まあ、堀さんとちょっとお話ししている流れでですね、まさか企画プロデュースという大役を引き受けることになったという感じですね。はい、まあ、まず本当にひたちなか海浜公園が素晴らしい場所で、まあ、長くやっぱりロッキンオンさんがやってたってこともあってですね、本当にまあロックの聖地ってね呼ばれてたりもするじゃないですか。まあ、そこはですね本当にいいところは継承しつつですね、でもやっぱりちょっと差別化じゃないですけども、新しいこと、まあ、ラッキーフェスならではのことっていうのをやりたいなと思いまして、まあ、本当その80年代のですねヒット曲を持っているようなアーティストから、まあ、最近のですね、まあ、いわゆる YouTube でヒットしているようなアーティストまで、まあ、本当世代を超えたですねお客さんが来れるような、そんな楽しいフェスにしたいなと思ってですね、ブッキングキャスティングの方も行ってます。まあちょっとですね、地元の方まずはね来ていただきたいなと思うんですよね。本当ちょっとフェス無縁だってね思ってたような人も結構いると思うんですよ。なんかちょっと特別なもので、まあ、自分たちは関係ないだろうっていうふうに思ってるような人たち、まあ、そんなに音楽、まあ、音楽好きだけどフェス行くほどでもないっていう人もいると思うんですけども、そういう人にね来てほしいなと思ってるんですよね。本当なんかね関係してほしいんです。でそこですごいいろんな出会いがあったり、またね新たな発見があったりすると思うんで、本当まあなんだろう、ちょっとピクニックに来るような、まあ、公園に遊びに来るようなそんな感じでね来ていただいて、まあ、いつものね日立海浜公園とはまた違った魅力になってますし、本当にお祭り、夏のお祭りという感じなんでね、
来ていただきたいなっていう思いはありますね。まあ、初の、ね、フェスということで僕らももうどうなんのかなって、まあ 今も不安感もありますし、まあ、でもすごく楽しみもあって、でも結局そのなんか僕らがこう、ね、いろんなことを今準備してて、まあ、それだけでは成立しなくて、もうお客さんが来てくれて初めてフェスって形になる、本当お祭りと一緒なんで、やっぱり、ね、みんなで一緒に、ね、盛り上げて、で、まあ、茨城の魅力とか、まあ、本当に茨城の、ね、美味しいご飯とかもいっぱい出ますんで、外にね、いろんな人たちを受け入れるような感じにしてですね、まあ、コロナもだいぶ落ち着いてきたんで、まあ、安心安全でですね、楽しいフェスにしたいなと思ってるんで、もう本当に来てください。2月の中旬ぐらいにですね、15年ぐらい前から仕事仲間である DJ ドラゴンさんの方から、矢沢さんちょっとでかい仕事がありそうなんだけど話聞いてくんないみたいな、何ですか、まあ、とりあえずちょっと来てよみたいな話があって、来てお話伺ったのが話のスタートですね。堀さんと初めてお会いして、やるっきゃねえべよっていう話を伺い、やるっきゃねえって言われたらやるっきゃねえななんていう感じで、お話、まあ、簡単に言うとお受けしたっていう話ですね。当然2月に話が始まったので、後発とはいえ、ぜひともこの1年目を華やかに、そしていてフェスに参加したことがない方もぜひ参加していただけるような、音楽が好きじゃなくても食べ物を食べに行ったりしたいねとか、公園の環境も素晴らしいところなので、そこにいろいろな楽しみを付け加えることで、そのある種祝祭感があるものを作り上げられたらいいなというふうに思って制作させていただいております。ファンタジスタ歌丸さんというニューヨークで活動されてるんですけれども、公園内にあるいろいろさまざまな遊具があるんですけれども、そこに歌丸さんならでは のアートでの装飾をしていただいて、子どもたちがそこで遊んだりとか、そのアートの作品に触れる機会だったりとかを持てることっていうのは他のフェスでは全く考えられないことなんではないかなと思っているので、その辺も楽しみにしていただければなと思ってます。初めて1年目ということで、みんなどんなもんなんだろうって思うかもしれないですけども、1年目に参加できるチャンスは本当に1回しかないので、ぜひ茨城県の方々も皆さんに誇りを持ってもらえるようなものをぜひとも作りたいと思ってますので、まあ、茨城県以外の方々も皆さんぜひ来ていただいて、1年目のフェスがこんなにこう祝祭感あふれたものになるんだっていう驚きの体験をしに来ていただければなと思ってます。私がもともとですね、フードエンターテインメント事業といいまして、肉フェスであるとか、あと餃子フェスであるとか、そういう大きなフードイベントというものを主催して、運営してまして、まあ、それをやっていたというのを運営のプロデューサーの矢沢さんの方が前からちょっとお仕事してた縁もありまして、まあ、それ待ってお声かけていただいて、こういう新しいものですよね、新しいイベントっていうのを一から作ってみようって誘われてですね、参加させていただきました。飲食エリアはですね、ラッキーダイニングという名前にして、まあ、そこのところにいてもですね、まあ、一日中遊べるような、そういうような空間作りを今目指してやっております。で、今回のイベントのテーマは、音楽と、あと食と、あとの祭典ということもあって、当然ね、皆さん音楽アーティストの方を見に来られるフェスだとは思うんですけど、まあ、それと同じぐらい食も楽しんでもらいたい、でアートも楽しんでもらいたい、そんなような空間っていうものを目指して、今進めております。合計25店舗出そうと思ってるんですけど、そのうち15店舗ほどを地元の枠で、それ以外の10店舗を、他のいろんなフェスの有名店みたいなところを引っ張ってきてですね、皆さんが楽しめるような空間を作ろうかなというふうに今考えているところです。1回目のイベントフェスということもあって、皆さんいろいろ期待をされているかと思うんですが、まあ、それ以上に楽しい空間というものを我々が提供しようと思ってますので、一日中間違いなく遊べるところになると思いますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。